待ちに待った憧れ続けたフードドライヤーが我が家にも訪れました。もう夢のようなものが届いたの本当に嬉しいです。でいろいろなものを作っていきたいなって思います。はい、開けてみてください。はい、どっから開けるかな。それでは開けていきます。なかなかちょっと硬いから手であれかな。いやそれね、スーッて上通せば上でこう、そうじゃなくてダンボール達人のキミ君じゃなきゃ。これどうやる。そのままスーッて前チョキチョキしないで、そのままスーッて横に流せばいい。無理でしょ。あ、こういうことね。そういうこと、そういうこと、そういうこと。わ、力が。少し斜めにして。よし。うん。開かないな。反対から行こう、反対から。よし、ここまで。じゃちょっと手で行きます。いいよ、手で行く。じゃーん。じゃーん。じゃじゃじゃーん。これを決めた、理由、最終的な理由はミニトマトが大好きなブランがベランダに干していたミニトマトを、見て泣いてしまうっていうことが、やっぱりちょっとずっとベランダのトマトを見ては泣くっていうことがきっかけに、うーんって泣くんだよね。そうね、それがちょっときっかけになったかな。それでこれは扉がつくってことで、まあいたずらもされないかなと思って決めた理由でもありました。で設置する場所は多分キミ君がいろいろアイデアを出すと思うので、また何か作れたらアップしたいと思います。ちょっと上の方だけ袋に切ってみて。おお、なるほどね。でこれはあれかしらね、これが持ち手かな。そうそうそうだよ。ちょっと持ち上げられる。わお、びくともしません。大丈夫。じゃあちょっと待って、うん、これはなかなかうわお、手ごわい。お、上がったの。ちょっとさ、ちょっと隅っこのさ、なんか止めてるの取ろう。これタワー持ってるだけ。あ、そうなの。いや、押さえてたでしょ今。よし、じゃあちょっと、うん、四隅取って、じゃこれを持ち上げてみる。はい、せーの。やばいよこれ。箱から出ない。ちょっといい。なんで箱から出すの。うん、だって出せないんでしょ。ちょっと待って。せーの。じゃあキミ君。はい。もう何この余裕。ちょっと上の白いの取って。そうそうそう。この余裕は何？ちょっとどんな感じ？段ボールを取っちゃって。したら下の段ボールの蓋閉じちゃって、うん、あ、いいね、蓋閉じちゃって、そうそう、そんな感じで蓋を閉じちゃって乗せるから、さっさっさって、そうそうそう、すいません動作がのろくて。おう、こういう感じだね。あ、これ後ろかな。これ正面だよ。あ、そう、取っ手をここにつけるんでしょ。あー、いいね、うん、これ取っ手をつけるんだよ。おー、これでこうやってちょっと押さえてて、
箱がずいぶん揺れてるので、君たちとそっとやってもらわないと。相当そっとやってるよ。いい、それいいから開けてみて。じゃじゃん。なるほど。あ、すごいね。高さ調節もできて、うん、このアルミの板も 6枚、うん、6枚入ってる。で、これは出来上がりのあれを入れるのかしら、うん、そうだね。なるほどね。ちょっと中に戻してみて。もう戻して、閉じてみたいから戻して。うん、これ剥がせるのか。で、ちょっとね、ちょっと最初から裏返してみる。裏がこんな感じだよね。うん、ここからあれかしら、うん、匂いが漏れるかな。匂いじゃなくて空気でしょ。あ、空気、うん、え、匂い漏れない。匂いも漏れるでしょ。すごいね。うん、ここがこんな感じで、正面が大丈夫こんな感じね。うん、いいね。いいねっていうかよくわかんないけど良さそうだね。もう一回ちょっと、もさ、おお、すごいね、これね。何回もジャジャジャンって言いたくなるよね。うん、おお、すごいね、これステンレスのね。うん、3段。どうするの？お釜が大好きなキミくんさ、次はさ、うん、何？フードドライヤー大好きになっちゃう。オチがないじゃん。お釜でいいよ、俺は。すごいね。楽しみだね。今日、なんだろう、フードドライヤーに出会うまでは、やっぱりいたずらをされるっていう心配もあったりだとか、暑くて危ないかなっていうこともあったので、茹でたお野菜をこういう糸と針使って干したりして、吊るさげてね。そうね。あとはネット、あとはこういうネットを使って干してたんですけど、やっぱり出し入れするのになかなか難しいっていうのがあって、まあ頑張ってはいたんですけど、うん、ちょっとこういうのも難しいかなってうちは思いました。ね、出し入れするとこがね、うん、これ全然ちょっとね、間違いない写真ではちょっと分かりづらいと思うけど、結構これ手入れるのが大変で、こんな感じで結構これ苦しかったね。うん、でもまだこれも使えるのは使えるけどね。使います、うん、で、今ちょうどおやつを作ってる時なので、ここにはないんですけど、三段のこの青いやつの、うん、四角くってすごく出し入れするところがあれは広いチャックになってるよね。うん、あれはうん、すごい使いやすいなと思って。三段ね。うん、これは今後も使っていくでしょ。うん、でもこれもまだ使えるね。思い出はたくさん詰まってるので、これもまだ使いたいと思います。いろいろまたやっていきたいと思います。